ではその次の場面をどうぞ。ありがとう。どうしたの？先生じゃないけどまるでバズ豆腐って感じよ。彼のことで何か悩んでるんじゃないの？バジ豆腐でございますね。バジ豆腐、馬の耳に東の風が吹いてきたということですね。で、この東の風というのは日本流に申しますと古地と申しますね。古地深は匂い起こせよ梅の花という、そういう歌がありますね。ですから東の風が吹いてくると春が来ますよということですね。今まで木枯らしばかりが耳のところで鳴って耳が赤く霜焼けになっていたのに、東の風が吹いてくると、あ、春が来たなというふうに感じるけれども、馬はですね、東の風が吹こうが北の風が吹こうが季節には関わりありません。だから馬の耳にですね、東の風が吹いたってなんてことはありませんよ。だから、あ、それは無駄なことですよ、そんなことをしても無駄ですよっていうのが馬耳東風という言葉でございます。